つもちょっと短いな、これは。はい、皆さんこんにちは、コスプレ部のゆらです。今日はこんなコスプレを持ってきました。じゃん、好き好きピンクセーラー服です。なんかすごい好きそうなんですけど、早速こちらに着替えていこうと思います。はい、まずは上から脱いでいきます。はい、下から履いていきます。よいしょ。ました。ちょっとやばいぐらいちっちゃいんですけど、おっぱいも隠れないな感じなんですけど、スカーツもちょっと短いな、これは。パチパチ。高校とか中学生の制服がこんなだったらちょっと大変ですね、もう。高速が。それではピンクセーラーユラの下着を紹介していこうと思います。ブラジャーから紹介していきます。はい、脱げました。こんな感じです。ちょっとピンクのセーラー服っていう可愛めの感じなので、ちょっとシックな大人な感じの下着を選んでみました。こんな感じです。すごい青いブルー、濃いブルーのテカテカで、下がレースになってます。シンプルですよね。かっこいいかも。ちょっとピンクセーラー服の下がこれだったらちょっとこうやって塗れますよね。おパンティーを紹介していこうと思います。脱げました。これもすごいシンプル。でもさりげなくお尻の横の方がレースになってて可愛いです。はい、今日はピンクセーラーになったユラの下着紹介してみました。ここには載せられない動画とか、特別なユラはユラのファンクラブの方に載せてるので、ぜひ見てください。